お集まりの皆さん、ご紹介をいただきました日本共産党衆議院岩手一区候補者吉田恭子です。いよいよ総選挙が始まりました。皆さんと共に全力で頑張ります。何としてもこの総選挙、比例代表選挙で民意選挙を勝ちたい。ここ岩手一区でも私吉田恭子、どうか国会で押し上げていただきますよう最初に心からお願いを申し上げます。皆さん、今度の総選挙、命のかかった総選挙です。これまでの安倍菅政権、そしてそれを引き継ぐ岸田政権、これを何としても変わらせて政権交代を実現し、新しい希望ある政治を何としても実現したい、その思いで今日ここで訴えております。昨年の8月に立候補を表明して以来、1年2ヶ月、本当に多くの皆さんから切実な声を寄せていただきました。バイトがなくなって大変ですという学生さん、医療費が2倍になると聞きました。これ以上の負担はもうできないという高齢の男性、私はこの寄せられた声を何としても国政へと届けたいと決意しています。皆さん、首相の顔が変わっても政治は変わらない、これが今の多くの皆さんの思いです。政権交代でこそ政治を変えることができます。その要となっている日本共産党、皆さんとご一緒に大きく躍進させたいと思います。今度の選挙でコロナ禍から命、暮らしをどうやって守るか、これは大挑戦です。今、感染者数が減少しております。こういう時だからこそ、PCR 検査など、検査の拡充が必要ではないでしょうか。医療体制の強化と、十分な保障で、このコロナから命、暮らし、守っていくことを、何としても政権を変えて実現したいと思っております。合わせて日本共産党は今度の選挙でこの日本社会、コロナ禍の下でさまざまな矛盾が浮き彫りになります。4つのチェンジで転換をしていきたいと考えております。第1は新自由主義、弱肉強食、自己責任を押し付けるこの政治を変えて、命最優先、暮らしを守る政治へと転換することです。なぜこんなにもひどい医療崩壊が起こってしまったのか、それはこの40年にわたって保健所の数を半分にし、感染症病床を減らしてきたこれまでの政治に問題があります。医療、介護、障害福祉、保育など手厚い、手厚い人を支える政治への転換が必要ではないでしょうか。ご一緒にチェンジさせていきましょう。合わせて皆さん、このコロナのことで多くの方が首切りに遭いました。最低賃金時給1500円に引き上げ、誰もが働く人の権利がしっかりと守られる、そういう社会に転換していくこと、高すぎる大学の学費を半額にし、給付制の奨学金を思い切って増設していくこと、消費税を 5% に減税していくことが必要ではないでしょうか。来年はその間、このコロナ禍のもとでも大儲けをした大企業や大資産家からせめて私たち国民の分、税金を払ってもらって確保することが必要です。アベノミクスは格差を拡大させました。これを転換させていく新自由主義の政治をご一緒に変えてまいりましょう。皆さんの願いを日本共産党へ受けてください。どうぞよろしくお願いいたします。2つ目
ての敵は攻撃からこの地球を守っていくということです。今地球危機、気候危機の問題、待ったなしの課題となっております。すでに世界の気温上昇 1.1 度から 1.2 度上がっております。ここ岩手県でも日本の中でもこれまでにない災害で多くの被害が生まれております。三陸の海の海洋上昇、サケやサンマの漁獲量の減少、ここ盛岡の中津川でもサケが上ってこない、こういうことが報道されております。何としても今気候危機をストップさせるために政治を転換させなければなりません。日本共産党は原発をやめ、火力発電をやめ、再エネと省エネで2030年までに二酸化炭素の排出量を最大6割削減でき、そういう点で転換をし、地球を守っていくために皆さんと共に頑張ります。三つ目の政治は、ジェンダー平等化を実現することです。この間、男女の賃金格差、非常に深刻な状況です。これを是正しなければなりません。女性差別をなくし、ありがとうございます、誰もが尊重される社会で、選択的夫婦別姓、同性婚などの法整備を行い、ジェンダー平等社会の土台を、ありがとうございます、ご一緒に作ってまいりましょう。そして4つ目、最後の転換は、憲法9条を生かした、アメリカ言いなりをやめる平和外交への日本の政治の転換です。戦争被爆国にふさわしく、核兵器禁止条約、これに参加する署名、政府を作っていこうではありませんか。皆さん、今度の選挙は、これまでの安倍菅政権、そして岸田政権、自民党公明党政治を転換し、命最優先、暮らしを守る、そういう政治に転換する大きなチャンスの選挙となります。日本共産党は命最優先の政治を実現するために、与野党の皆さんと共通政策に合意をし、立憲民主党の皆さんと政権協力の合意をして、今度の総選挙に臨んでおります。何としても政権交代を実現したい。そのためにはブレずに頑張ってまいりました。この日本共産党、何としても躍進させてください。東北ブロックから初めての2席、高橋千鶴子さん、船山由美さん、ご一緒に国会へと押し上げていこうではありませんか。そしてここ岩手一区では、野党共闘の立場で頑張る、そしてこれからも頑張り続ける、私日本共産党の吉田京子、何としても国会を押し上げていただきますよう、心からお願いを申し上げまして、この場所など私の代表でおらせていただきます。